はい、こんにちは、116インズです。日本時間3月20日の遅く、ロッキーズから FA となっていたトレバー・ストーリーがレッドソックスと6年総額1億4000万ドルの契約に合意したと報道出ていましたよね。ストーリーも先日のブライアントと同じくらいマリナーズに来てほしい選手でしたが、それについてはまあ最後に話すとして、コンオフ豊作とされたショートの FA 市場に残った最後の FA 選手もついに今季の所属先を決めた。すでにザンダー・ボガーツというショートのスター選手がいるレッドソックスへの移籍という格好になりました。レッドソックスはコンオフ打線の補強の観点では比較的静かなオフ、むしろ昨年のチームを支えたハンター・レンフローを放出していたくらいでしたので、ストーリーの加入はすでに強力なレッドソックス打線に大きな戦力となってくれそうですかね。で、ストーリーとレッドソックスの契約には4年目終了時点でのオプトアウトが含まれていますが、内容が少々特殊なものとなっています。ストーリー側は確かにオプトアウトで FA となれるにはなれるのですが、レッドソックスがストーリーとの契約7年目のオプションを行使した場合はオプトアウトを阻止できるなかなか変わった内容とのこと。もしそのオプションが行使されれば契約は7年総額1億6000万ドルになるとのことです。契約4年目終了時点でのストーリーは32歳ですが、年齢的にもストーリー側がオプトアウトを選択したとしても、レッドソックスが7年目のオプションをその時点で行使するかは、もちろん彼が今後どんな成績を残すかにもよりますが、やや微妙かもしれませんね。ストーリーのパフォーマンスに応じてチームがどうするかを決めることができる点、長期契約によるリスクを多少抑えられそうな、なかなかユニークな契約設計のようにも思いました。さて、今回レッドソックスと契約したストーリーですが、昨年は142試合で打率2割5分1厘、ホームラン24本、OPS 8割1厘と、例年の彼にしては少し残念な成績に終わりましたが、ただその前の3年間では毎年 OPS 8割7分以上を記録し、ショートながらバッティングは一流、故障離脱がほとんどない点も計算しやすい選手かと思います。シーズン通して見れば調子が悪かったとはいえ、昨年も8月1日以降は OPS 8割9分9厘と調子を取り戻していますし、5月末に IL に入る理由ともなった肘の怪我が前半戦彼のバッティングを狂わせていた一因だったのかもしれません。打者天国のクワーズフィールドをホームとしてきた点や FA 前の成績下降が気になるところではありますが、打球関連の指標は平均以上ですし、アスレチックな点も含めてスタート呼ぶにふさわしい活躍をレッドソックス移籍してからも期待できるんじゃないのかなと。ただ同じショートにボガーツがいるポジションについては、レッドソックスのコーラ監督はストーリーとの契約が報道された直後にボガーツが今季ショートのレギュラーと明言しているため、ストーリーは今季から新たにセカンドでプレーすることが見込まれ、開幕まで時間がない中でここへのアジャストが少々心配。守備面だけで言えば毎年 DRS マイナスを叩き出しているボガーツがショートで、逆に毎年の DRS プラスを記録しているストーリーがセカンドというのは、まあなんか違和感はあるんですが、ボガーツは長年レッドソックスのショートを守り続けた功労者でもありますので、守備だけを理由にそこをどいてくれとはならないんでしょうね。しかし今回のストーリーとレッドソックスの契約、個人的には結構安く収まったなという印象でした。同い年でメッツから FA となっていたハビア・バイエズがコンフタイガースと全く同額の契約を結んでいますが、クワーズを出る影響など諸々含めても同じ額ならストーリーの方がいいなと思ったりもします。直近3年間 K のストーリーとバイエーズの打撃成績がご覧の通りとなりますが、明確にストーリーの方が上ですし、球場の影響を加味しても WRC プラスでストーリーがやはり上ですので、ここ3年間ストーリーの方が打者としては良かったと言えるのかなと。もちろんタイガースとしては今季からコンテンドするにもかかわらず、開幕直前まで誰がショートを守るか決まっていない状況を嫌い、ロックアウト前に早々にバイエスとの契約に踏み切ったと思われますが、ショートにすでにボガーツがいて、開幕直前まで我慢しても全く問題ない選出を誇るレッドソックスにとっては、ここまで待ってよかったなぁとは考えてるでしょうね。ストーリーがこの規模の契約で落ち着くとは、オフが始まった当時は思いもしませんでした。また懸念されている打者天国クワーズを出る影響もボストンならさほど問題にならないのではと思っています。ストーリーはホームとアウェーの成績差が激しく、ホームで通算 OPS 9割7分2厘を誇るのに対して、アウェーでは通算7割5分2厘、クワーズの恩恵を受けていたのは確かでしょう。ただじゃあ必ずしもクワーズ出たらロッキーズ時代のアウェー成績みたいになるのかと言われればおそらくそうはならず、昨年ロッキーズからカージナルスに移籍したノーラン・アレナドもストーリーと同様にホームとアウェーの成績差がかなりあったものの、カージナルス1年目の昨年はロッキーズ時代ほどではないにしても平均以上のバッターとしての活躍は見せています。ストーリーは引っ張った際に最もパワーを発揮するバッターですが、レッドソックスの本拠地フェンウェイパークのレフト方向は極端に狭く、グリーンモンスターを生かせば二塁打を量産することも可能です。他の球場ならともかくとしてボストンへの移籍であれば、今までと大きく変わらない打撃成績は期待できるんじゃないかと思っています。
またレッドソックスは今回のストーリーとの契約によって即座に打線のアップグレードを果たすとともに、ボガーツが退団するシナリオへの備えもできましたね。レッドソックスとボガーツは2019年開幕直後に6年総額1億2000万ドルで契約延長し、オプションが行使された際には最長で2026年までチームに留まることができる契約となっています。ただ契約には今季終了後のオプトアウトが含まれており、今季終了時点で30歳で、かつ毎年平均以上の打力を見せているボガーツなら、FA で今以上の大型契約が見込めるため、オプトアウトの可能性が高いと言われています。ストーリーとの契約はボガーツがオプトアウトで移籍するケースにも備えた動きのようにも思いました。むしろ今回ストーリーをこうして連れてきた以上、守備面で今後ショートに残れるか怪しいボガーツを何なら引き止めない可能性すらありそうですよね。ベッツのトレードで獲得したジーター・ダウンズや、昨年ドラフト全体4位指名のショートのトッププロスペクトマーセロ・マイヤーもいる点も、ボガーツ移籍の可能性を高めるかもしれません。ここはレッドソックスがオフにボガーツへどうアプローチするかによって、今後のチームの方針が見えてきそうですかね。さてここからは全然関係ない話をしますが、ストーリーのレッドソックス入りが決まったことで、コンオフ個人的にマリナーズに来て欲しかった選手たちが誰一人として来ないことになりそうです。まず第1弾として出した動画の5人は早々に他球団移籍が決まったため、もう決まってしまったものは仕方ないと切り替えて次なる獲得候補選手たちの動画も出しましたが、ブライアント、ストーリー、ボイドの移籍先がロックアウト明けに決まり、またレッズフロントがカスティーヨをトレードしないと先日明言していましたので、おそらくですが残留が濃厚の状況。コンフォルトだけ以前 FA で残っていますが、マリナーズはウィンカーを先日トレードで獲得しましたので、これ以上外野手を加えることも考えにくいということで、コンフォルトの移籍先が決まり次第、このリストは全滅となりそうかなと。まあ候補には挙げませんでしたが、ウィンカーとスアレスが来てくれたので全然ハッピーではあるんですが、自分がマリナーズに来てほしいと心から願った選手たちが誰も来ないのはさすがに少し応えるものがあります。いやまさかね、誰一人として来ないなんてね。この中から一人ぐらいは来てくれるんじゃないかとちょっとは思ってましたよ。マリナーズファンやっている以上我慢は得意なので全く問題はないんですが、まだまだペイロールに余裕もある状況ですし、これくらいの契約総額ならストーリー取ってほしかったなぁと思ったり、今の打線にストーリー加わっていたらだいぶ厚みも増すのになぁなんて思ったりはしますが、ディポトさんはもっと広い目線でチーム編成を見ているのでしょう。やると以前は思われていた先発の補強もここまで来ると本当にやるのか怪しく、もしかしたらもう大きな補強来ないかもしれませんが、この10人いなくても問題なかったわとシーズン終わった後に爽やかに言えることを願っていますし、私自身は今後欲しい選手がいる場合はひっそりと願った方が叶うかもしれません。ということでこの動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。